Japanese version, let's go! うっす、皆さん、ゼケツサナイトです。今日のレビューは、オプスコアのステップインバイザーと申します。このレビューは、大体このやつですね。大体特別のゴーグルですから、ヘルメット用の、ちょっと使いやすいといい感じのゴーグル。あまりこもってないと、いっぱいの昼でも。暑いの沖縄でも練習すればまだ全然曇ってないです。それで超嬉しいですよね。いや、みんなはよく。みんなよくわかるのは、この ESS のゴーグルは大体軍人がよく使ってるとか、どこでもに売れてるから、このストラップはヘルメットと一緒に使ったら、やっぱりすぐにこんなにボロボロになるんですけど、それよりヘルメットのは、このレールのクリップがあるから、これオプスコアの、大体何でもかんでもアークレール付きのヘルメットは使えるものです。じゃあヘルメットは1回にかけて、クリップして、それからこのゴーグルスをできますよね。一番大切のは、ヘルメットの NVG バンジーは上がらないと、ここなれば絶対邪魔になるけど、と使えないになる。これはパコンにするともともとこんな感じ。途中鼻が痛くなると面倒ですから、ちゃんと下ろしてください。じゃあこれは、これちょっと上から真ん中からクリップに入れて、そのままで使ってもいいですよね。これはハーフの使いやすいの方で、まだ休憩中と空気よく入ってると何か飲み物を炭酸水をできるとか。わあ、じゃあ皆さん、トレーニング準備してゴーグルつけてください。そのままで上と下から取ったら下がると準備 OK です。そのままで超使いやすい、簡単と、玉とか何でもかんでも横から入られない。このガスケットが好きから、ガスケットはこのちょっと耳みたいなやつは取って下からパチンして鼻のガロだけに残りになると、横が開けるけどあまりフォース on フォース、まあ、サバゲ以外ただのトレーニング使ってもいいけど、もしかして玉がサバゲやってるとか、トレーニングの玉といっぱいのちょっと大変の危ないの場所あれば、ガスケットはちゃんと目に守るとちょいい感じです。とあまり曇ってないから、ちょっと下のは穴が2つにあるから、それでクッキーがちょっとだけ動きやすいですよね。この上も横からそれちょっとピシーみたいな感じですよね。その以外はこれはクリアけど黒のもあるし、でもそれは外ばかりのトレーニング用ですけど、よく建物が入れると CQB にやるの時にクリアがやっぱり一番使いやすいですよね。じゃあその以外のは使えないの時はちょっと上がってヘルメットクリップして、そのままで簡単ですよね。じゃあこれを見たら、このクリップは簡単に横からとこれを入れる。もともとタイトが欲しいなれば、このマジックテープに引っ張って、このちょっと歯みたいなやつが捕まえて、とこれも牛上もよくインスタグラム見たことあるけど、そんなにあまり必要ないですよね。今ヘリコプタージャンプしてないから、普通でも大丈夫です。使いやすいですよね。なんかちょっとかっこいいのスタイル。この、バンジーリテンションは、この上になれば、捕まえないとあまり邪魔にならないから、超いい感じですよね。下に使ったら、絶対、このパーディングにくっついて、大変になるから、絶対この上の方がいいですよね。タブのゴーグルよりちょっと使いやすいと、メガネにもより、いい感じですよね。でも、インサートは、まだ全然見たことないけど、もしかして、メガネかけるの人は、特別のコンタクトとか、別には何かしないと、あまり使えないみたいですけど、僕は、1年前のレイジックがやったから、これが使える OK。前には、前にもメガネがあったから使えないのことが多いですから、とインサート使ってるなら、絶対すぐに曇ってるから、レイジックが取ったから良かったんですけど、
じゃあ、レビューは大体そのままで、以外には、Force on Force Mandible もあるし、この感じはヘルメットにも入れると使いやすいですけど、今日のこれレビューはやらないけど、これは今度のレビューですけど、これはヘルメットのレールに入れて、とこのもう一つのレールにゴーグルのを入れて、パチンと中にもパチンと、サバゲーとかトレーニングと安全簡単にできますになりますよね。これは次のレビューです。今じゃないから。ふぅ、ちゃんと暑いから。やりくはだいたいこのままで、ちょっと使いやすいといい感じから、確かにおすすめのものは、偽物がまだ見たことないけど、サバゲーが人気から絶対出ると思うんですけどね。じゃあ、とりあえずこれはすごく安全。偽物はちゃんと弾止まれるがわからないんですけど、でも本物が確かに高いから、サバゲーにやっぱりかっこいいの、スタイルやりたいの人が絶対買おうと思うんですけどな。じゃあ皆さん、とりあえず今日はビデオはもうこれで終わりから、ちょっと休むと扇風機また使いたい。暑いからでも扇風機の音がうるさいから、今使ってないので大変でしょう。じゃあ皆さん、お疲れ様です。すぐにさばきしないと僕は絶対爆発するから、皆さんお疲れ様です。今度ですね。